県内にたくさん の方が深夜早朝感染していたと思うんですけれども、地元へのメッセージを聞いてもいろんなたくさんの方に応援していただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、それに決めたっていう最高の形で応えられなかったというのは本当に申し訳なく思っています。地元に帰ってやりたいことってありますか？まあ、家族と会って、まあ、いつも通り食事でもできればいいなと思ってます。これから地元に帰ると思うんですけれども、地元でやりたいことってありますか？ブラジルはお肉だったので魚が食べたいです。青森県とか八戸の方にメッセージみたいなのをお願いします。東北人の一人として少しでも元気や勇気を与えられたらいいなと思ってます。お墓参りにはされるんですか？そうですね、はい、とりあえず忙しくてもとりあえず日帰りでも行ってこようかなと思います。それがまず日帰りになるんですね。そうですね、はい。お母さん4連覇どんな風におっしゃるんですか？そうですね、試合が終わったらよくやったと、おめでとうといつも毎回言ってくれたので、今回も、褒めてくれるとは思いますけど、レスリング知らないくせにレスリングのことを言ってくれたので、多分この試合じゃダメだと思います。まあ怒られるとは思いますけど、そうやって私も口答えします。しばらくちょっとお母さんの対応して、はい、次を頑張って、はい、千春が嫁に入るから渡す。